皆様おはようございます。ただいまから平成25年度富士の国市民共同事業レビュー第2日目の開会式を行います。皆様本日はお暑い中朝早くからご出席をいただきまして誠にありがとうございます。本レビューは公開で実施をいたします。また本日のレビューの模様はインターネットでライブ配信を行いますのでご承知を願います。それでは開会にあたりまして土屋経営管理部長よりご挨拶を申し上げます。改めまして皆様方おはようございます。本日は本県で初めて行う事業レビューということの第2日目にご参加いただきましてありがとうございます。特に県民評価者の皆様方、未明のですね雨で電車等なかなか遅れているという状況の中でご参加いただきましてありがとうございます。高層日本の、チームの手話金のチームをはじめ県民評価専門員の皆様方もありがとうございます。本県では、ちょうど4年前になるかと思いますけれども、初めて事業仕分けというのを実施させていただきました。これは国が民主党政権になってですね、事業仕分けを始める、ちょうど直前に静岡から始まったということで、静岡をモデルとして国の方もやっていただいたというような経緯もございます。それを4年間続けさせていただきました。その中では260ほどの事業の中でですね32事業だったと思いますが廃止した方がいいだろうということで作り替えをさせていただいたり、あるいは縮小ということで12事業ほど縮小事業をさせていただいたということで、この4年間やっていただいた結果でですねお金でいきますと49億円ほどの財源を確保できたということでございます。それをはじめとしてさまざまな業界を進めてですねこの4年間知事が就任の当時600億円の財源を生み出しますということをお約束をいたしましたので、職員、県民の皆様方みんなはじめご議論いただいて結果としますと649億円ほどの財源を確保できたと。でこれはその財源を留保するのではなくてですねそれは新しい事業、特に今一番お金かかる高齢者にかかる医療費等につきましても使われていただいていると、あるいは新しい子どもたちに向けての新規事業に使わせていただいたという結果になってございます。その4年間の事業の成果を踏まえまして本年度から個別の事業だけではなくてですねその事業が一体どのような成果を結果として表しているかということで今回事業レビューという形のものに変えさせていただきました。先ほどもちょっと説明があったかと思いますがちょっとややこしい作り方になっています。個別の事業が実際に県民生活の向上のためにどのような効果があるかというところまで突っ込むような形のものをさせていただきましたのでちょっととっつきにくい部分もあるかもしれませんがご協力をお願いしたいと思ってございます。本件では透明性を高める行政系の透明性を高めるということをですねベースにこのような事業をやらせていただいて県民の皆様方に参加ご参加いただけるということは本当にありがたいと思ってございます。今年行財政改革大綱も改定の年になりまして、その中でも県民参加というのを今回も柱として挙げさせていただきました。そこで皆様方のご協力のもとですね本県のやっている仕事が少しでも良くなってより効果的に仕事をできるということを考えていきたいと思いますので今日は一日長い時間になります。途中お休みもなかなか少ないかもしれませんけれども皆様方ご協力のもとにですね私どもやっている事業をしっかりと見直してしっかりとした効果があるようにしたいと思ってございますので忌憚なきご意見ご感想を含めてですねさまざまなご指摘いただければと思ってございます。本日高層日本の加藤代表にもここにご出席いただきましてこの4年間ずっと高層日本の方々のご指導のもとにですねさまざまな改善等を続けてまいりました。そういう意味で今後もこれは事業レビューも事業仕分けも毎年毎年成長していくものかと思ってございます。皆さんの意見を踏まえて今後もしっかりやっていきたいと思いますので今日一日お忙しい中申し訳ありませんがよろしくお願いしたいと思います。今日は本日はご苦労様です。本県の事業レビューは高層日本のご協力のもとで実施をしておりまして本日は専門委員といたしまして9名の方にご参加をいただいております。ここで高層日本代表加藤秀樹様にご挨拶をいただきます。加藤代表よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。高層日本の加藤でございます。
今土屋部長からお話をしていただいてもだいたいそれで尽きてると思うんですが、今朝先ほど事務局の方から新聞の記事をいただきました。静岡新聞、中日新聞、読売新聞、こうやって、もう静岡でのこの事業仕分け、それからその発展系である事業レビュー、5年目になります。事業仕分けの時からそうですけども、もう本当にもう朝早くから県民評価者の方にこれだけ多分相当朝早く6時とかですね、5時とかそれぐらいの時間にうちを出られた方もいらっしゃるんじゃないかと思います。心から感謝申し上げます。それから専門医の方も、ごそ日本のいわゆる仕分け人と我々呼んでますけども、いろんな自治体でこうかなり経験を積んだ方と、それからその県の中でいろいろその行政に携わっておられて、いろいろ熟知しておる方のこの常にこう組み合わせでやっておりますけども、かなりのこれハードワークですけども、ありがとうございます。今日一日よろしくお願いいたします。先ほど少し新聞の記事のことを申し上げましたけれども、そのこうやってきちんと報道していただく大変ありがたいなと思うと同時にですね、見出しを見ますとあまり効果なし3件とか、県事業を UD というのはユニバーサルデザインということなど縮小とかですね、ちょっと残念なのはいまだに何をやめたとか何を削ったっていうところにメディアの関心がいってるところだなと思います。仕分けというのはこれはもう10年余り前から始めてますけども、何が一番大事かというと、それは予算を削るとかやめるという結論を出すということよりも議論する中身なんですね。ですから今日も3つの会場に分かれて、傍聴者の方も私自身そうですけども全部見られないですから、まあこの事業はこの第一会場で、今度は第三会場でそこを見ていくわけですけども、そこのやっぱり議論なんですね。で昨日もとってもいい議論をしていただいたと思います。新聞の中には残念ながら出てないことですけども、例えばこのユニバーサルデザインとか男女共同参画の事業とかライフワークライフバランスとか、これ3番ですね、だったと思いますが、まあこのユニバーサルデザイン、このお年寄りちょっとこう手が不自由になってきた、あるいは障害のある人でも使いやすいようなその道具にしていきましょう、そのことにこの誰も反対してるわけではないんですね。ただそういうことを県がお金を通してやることが、その県が目標としてるこの政策を実行する上で必要かどうかということが議論されたわけで、そこのやっぱり議論のプロセスを経て、その県の職員の方も、それからそのこうやって参加していただいている県民を、まあ、ある意味では代表して、来られた方も、さらにはその向こうにある傍聴しておられる方もが、そうかそうだよなと、まあこういうこともやってもいいけども、それが本当に税金でやられる事業かなということを考えて、その県の事業が自分ごとになるかどうかというところが一番大事なんだと思います。ですから今日もぜひそういう感じでこう議論を聞き、あるいはその評価をしていただけると大変にありがたいな。で今日こうやって来ていただいた、そのもう100名近くの県民の評価者の方が、明日以降ですね、また自分の周りで、ああこの事業はどうなのかなっていう、ここで議論しないされないその事業もいっぱいあるわけですから、それについてこう自分ごととして考えていけるようになれば、私はこの今年から静岡県で始まるこのレビュー、行政事業レビュー、事業レビューっていうのが非常にいいものになるんだと思います。
ガラパゴス化という言葉をよく言われます。何でもそうなんですけども、例えば携帯とかスマホでも余計な機能まであるっていう、これどこででも起こってることなんですね。私はこの事業も同じなんだと思います。例えば資料の144ページにここは観光の話が出ています。で、今年からのこのレビューがその仕分けと少し違うのはですね、先ほど土屋部長がおっしゃいました、一個一個の事業というのはその事業そのものが目的ではないわけですね。ですから例えば事業として、富士の国観光ブランド創出事業、1億8800万円の事業があります。これは何のためかっていう目の前のいわば小目標として静岡県の場合には小柱と言っている。でその小目標がいくつか集まったものが中柱、まあ中目標で、さらにその上に大柱、大目標、最終的には一番大きいこの大目標を達成するためにこの中目標、そのために小目標をやろうと。でなかなか難しいのはですね、さっきガラパゴス化と申し上げましたけれども、事業というのは部品なわけですね。一個一個の部品をいかにいいものにするかということだけにその我々どうしても目が行きがちになるわけですけど、それは何のためか、一個の機能をすごく集中してやって それが本当にこのスマホとして使いやすくて十分な機能であるかどうかということを忘れがちになる。スパコンも結局一緒だったんですね。別にその1位を取る高性能のスパコンを開発することには誰も反対してないんですけども、よくよく聞いてると開発する文科省なり理化学研究所の人たちというのはユーザーのことを一言も誰も聞いてないもんですから、そんなにスピード1位になってそれでそれが使い勝手のいいもんですかっていうと、そうじゃないんじゃない、スピードだけじゃないでしょっていう議論が行われた。同じことなんだと思います。この富士の国観光ブランド創出事業費、あるいはそのいくつかそこに並んでますけども、それでその静岡県をどうアピールするか、観光客にとってそのまたこう繰り返し来たいっていう、いい観光産業観光地の開発をする、それが目的なわけですけども、やってるうちに一個一個のなんかこのキャンペーンのイベントをすることが目的になって、イベントに誰に来てもらうかな、その有名な人誰かな、誰に来てもらうかということを考えることだけが目的になったりするということなんだと思います。ですからなかなかこれは難しい話なんですけども、目の前のやることが目的に合ってるのかな、その目的はさらに一番上にある大きい目標にこの合ってるのかな、そういうことをぜひここでの議論を通して全員で考えてきて、いただいて、で、当面は総合を、何でした総合計画ですね、新しい総合計画が来年度から始まりますけれども、その中でそのいい総合計画ができるようにということも私は一つ今回の大事なターゲットだと思いますから、静岡県がいい計画を立てられるようにという観点も含めて今日のコメントをいろいろしていただけたらと思います。どうぞ一日よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。本日は各事業の評価判定を行う県民評価者といたしまして89人の方にご参加をいただいております。また質疑議論を行う専門委員といたしまして18人の方にご参加をいただいております。なお専門委員のご紹介につきましては恐れ入りますが、お手元の事業調書の4ページに記載した名簿を持って返させていただきます。本日は長丁場となりますが、皆様どうぞ1日よろしくお願いを申し上げます。以上をもちまして開会式を終了をいたします。引き続き、事務局から皆様にご連絡をいたします。10時から本会場を含む3会場において事業レビューを開始いたします。第2会場、第3会場の関係者の皆様は会場へのご移動をお願いをいたします。どうぞよろしくお願いいたします。